これこれ氏の住所などの個人情報が流出した事件で自身の YouTube ライブでその真相を語りました事件の発端は昨年2021年の8月 Twitter でとあるアカウントから「コレコレ」の免許証のコピーが投稿されたのが始まりでしたそれを見た一部のリスナーが「コレコレ」氏に報告 免許証のコピーを投稿した人物が誰か特定するためこれこれ氏は発信者情報開示請求を行い相手側を訴え裁判をすることになりましたこの発信者情報開示請求とは SNS などのインターネット上で誹謗中傷などを書き込まれた際にその書き込んだ発信者を特定するときに利用される手続きのことです発信者の特定が順調に進んでいたところ今年の4月に行われた裁判 その裁判記録を閲覧した人物が、裁判資料を無断で撮影し、第三者に渡していたことが分かりました。その資料がツイッターに流出し、そこに住所が記載されていたため、このような事態になってしまいました。なぜ、そんなものが見れてしまうのか、そんな風に思った方も多いのではないでしょうか。 通常であれば、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずる恐れがあるときには、閲覧等制限の申し立てをします。それにより、その資料の閲覧を裁判の当事者だけにすることができます。今回は、これこれ氏の代理人弁護士が、制限をかけ忘れてしまい、このようなことになってしまったということです。 事件の発端は免許証のコピーが投稿されたからですそもそも免許証のコピーなんてどうやって入手したのでしょうかこれこれ氏が免許証のコピーを提出した機関です株式会社ライバー不動産会社市役所自動車販売会社警察署に提出をしているということです現時点ではどこから流出をしてしまったのか分かりませんが一部ではこのような話も出ているようです 自称、市役所で働いていたリスナーによると、市役所で働いている人たちが、有名人の個人情報を不正に取得して、数人がクビになっている。データーベースから本人の情報を検索する際に、名前、生年月日、性別で特定していく。同姓同名はいるが、ある程度特定はできる。などと話していて、公的機関だから安心というわけでもないようだ。